前回に引き続きバナナマンやメンバーと話したいトークテーマでじっくり語り合い、みんなの距離をさらに縮めていただきます。さあ次松尾。私日帰りで国内に行くのが好きで、もう旅行とかプチ旅行、そうですね、うん、新千歳空港に2時間行ったりとか。新千歳が目的地だ。この間とかも大阪に3時間いないぐらいとか、どこまで遠く行けるかじゃないですけど、すげえな。1日休みあったらどっか行くの調べて、できる限り遠くに行くんだけど。千歳空港はでも空港自体が素晴らしいから、もう端から端まで行って、ね、国際線の入り口のところまで行って、ね、ああどっか行くんだって見ながら。そういうことか。でもそれにしたらもったいないぐらい。あんまり長くいるとなんか余り時間ができちゃうじゃないですか、うん、だから私はなるべくギリギリを攻めて2時間半とかにしといて時間が足りなくてもうちょっと見たかったなで帰れるようにしてる。あそうなの。それ東京のデパートじゃダメなんですよ。なんか多分乗り物に乗るのが好きで。あでもそれわかるわ。一日で住む場所でおすすめの場所とか、一人丸々とかでおすすめのことあったら聞きたいなって思って。俺一人丸々とかで逆にあんまできないんだよな。でも日村さんいろいろは言ってるじゃん。いやこの前行ったのだと三島行ってみたいんです。三島は大好きで。全然で遠くないよ。今度静岡県の三島はだから新幹線で言ったらすげえ言うんだ。44分。そう、東京駅から新幹線で44分。品川からだったら多分37分ぐらい、で着いて、桜屋っていううなぎあるから、もう食べてきてうまいから、行きます次。せっかくグルメだよね。そうそれで行ったら。でも確かにいいとこだったね。一人で行く人いる？どっか。お行くの？いや結構いるじゃん。あれ、筒井もそうだ。筒井は海外も行っちゃうんだもんな。そうだよね。はい、行きました。一人でね。一人で海外とか俺信じらんねえわ。なんか不安じゃないの？一人なのでやっぱ頼る人もいないので、うん、なんかこれからなんかアクシデント起こるのかなっていうワクワク。そっちのそのワクワクがあるわけだ。ワクワクが楽しい。そういうタイプに見えないからすごいよね。本当だよね。見えないよね。15人ぐらいで行動しそうじゃん。いや実はすごいね。なんか冒険家で。今結構手を挙げた人いっぱいいた。お、黒美。あでも私は旅行ではないんですけど、結構一人であの牛丼チェーン屋さんとか。一人丸々パターンね。そうです。牛丼もいける。一人牛丼とか、まあそれこそ一人大学チュロスもですけど。一人大学チュロスってもうすごい狭い。ここでも通用するやつ。まあな。でもそれこそ松尾なんか一人で行くんだから、一人丸々は飯だって一人で食うんだろう。そうですね。ずっと学校も高2ぐらいからずっと一人でいます。何があった？高一の時はいたの。まあでも一人でも大丈夫なんだ。僕とはもう一人でどっか行くの？はい、なんか私去年2023年までは一人で何も行動できなくて、だけど2024年の目標で、今年は一人行動できるようになるぞって思って、そこで入ったりしたんだ。はい、カフェはもうもちろん入れます。カフェは入れるようになりました。で最近成長したのが、一人音楽フェスに行ったんです。それ結構すごいな。それすごいな。もうなんかライブハウスみたいなところで、私なんか制度を知らなくて、普通に座席があるものだと思って行ったら、スタンディングだったの。スタンディングでなんかもう一人でこうやってやった。すごいいいじゃないですか。それでも好きなアーティストの人とかができると、全国一人で行ったりとかするようになるね。確かにそうだね。旅できるね。そう。あと手を挙げた誰？お、リリアちゃんもなんか一人？はい、そうですね。私一人っ子なので、昔やってたのは一人トランプをよくたしなんでいて。また違う世界の話だこれ。聞かせてよ。私カードゲームとかすごく大好きなんですけど、やっぱなかなかやってくれる人がいなくって、でまあお家でじゃあ一人でトランプしようってなった時に、大富豪とかだと4つ分こう席を用意して、大富豪俺も大好きだけど、記憶を抹消するんです。自分はこの席の人だっていう役になりきってやって、だからもう本当真剣勝負というか、あっちの席はこのカード持ってるからとかもなく、
もう真剣に勝負して楽しむ、ね、それってすごい話だね。すごい話、おっかないよね。すごい話、おっかなくないですよ。おっかないよ。それなんで、じゃあ誕生日とかだとケーキ真ん中に置いて4人分今日やったから、あーおめでとうとか言ってありがとうとかそれと一緒じゃん。いやいや、あとスピードがすごい大好きなんです。スピード一人じゃ無理だよ。いやいや、スピード一人じゃ無理。こう真ん中に立って、うん、ここにサイドに用意して、うん、ここに出す。顔右が勝ったなみたいなことだろ。また一人まるまるでも偉い話。何でもいけるね。向かいとかあるなんか。それこそ、まあ、野球場行ったりとか。あ、そうだね。野球観戦一人ってもうなかなかだよ ね、 いいね。そうですね。もうあの隣の野球ファンの方と仲良くなっちゃったりとか。あ、いいね。でやっぱり SNS やってるので写真とか撮りたいじゃないですか、うん、そういう時はもうゴミ箱に立ってるお兄さんとかにちょっと写真撮ってもらっていいですか。ゴミ箱に立ってるゴミ箱に立ってる人いる。今のボスでよく清掃の人。あ、そうです。あ、全然違うね。全然違う。ゴミ箱に立ってる人全然違うから。何やってんの、こんなこと。じゃあ次行きましょう、はい、久保。はい、久保。私中学生で乃木坂に入っちゃったので、うん、バイトっていうのをやったことがなくて、バナナマンさん含めメンバーもみんなどんなバイトやってたのかなっていうのが単純にすごい気になる。でもみんな早くから結構この世界っていうか、うん、バイトってしてたメンバー少ないんじゃない。あ、いる。いっぱいいる。サムラ、何回言ってたの。私は、デニーズと。デニーズやった。いいな。初めてここ出た時やりましたよ。なんか覚えてる。デニーズよこそって。あ、そうです、言ってました。高校生と学生の時。高校生の時にデニーズやってました。で卒業してからまた違うのやって。いいな。デニーズ食った。あ、食べてました。デニーズいいよ ね、 いいよね。あとバイト経験、はい、あ、私は塾の先生と。嘘つけ、やべえ塾だ。何を教えてる。個別指導で小学3年生の国語。おいおい、どえらいバイトしてたな。そうなんで、めっちゃ調子よくて親御さんに電話なんてしちゃって、あ、まあ、でもそれも物議かもしたんですけど。物議かもしてんで、なんか親御さんに電話するときにその成績が上がってますよって言いたかったんですけど言葉出てこなくて、うん、あの生徒さんアップアップしてます。アップアップしちゃって。そしたら3日後ぐらいに一番偉い人が、うん、ゆみきさんって言って受付の業務回ってみないみたいな感じで。だから講師はやっぱちょっと問題あったんだ。あったみたい。あとコンビニのアルバイトもしましたし、 あと居酒屋もしましたし、料理教室のアシスタントも。嘘だろ。はい、もしました。それ体験に料理教室行った時にその一番お偉いさんがあのアシスタントでやってみない全員こういう人なの。コミュニケーション能力が高いから。そう思うわ。コミュニケーション高いからなんか好き、みんながこう多分好きにはなっちゃうんだろうね。はい、やってました。掛け持ちとかしてました。ホワイトの、はい、今もやってんだろ。物議かもしれません。物議かもしれません。今はやってない。さすがに。他あ、松尾、みんな、え、なんで。私、タピオカ屋さんのバイトに落ちたことがあります。つうか結構最近だな、タピオカ屋さんなんてね。そういうのってなんで落ちるの。いや、でもオープンで人がいないからってやつで。なんで落ちた。これで落ちました。柴田。はい、私高校1年生の時に乃木坂に入ったんですけど、うん、もしオーディション受かっちゃったらバイトできないなと思って、でずっとやりたかったあの球場で売り子のアルバイトを、やってたの。ちょっとだけやってたんです。すげー、何売ってたの、ね、ソフトドリンクです。あ、マジで。あれ大変だろ、はい、球場。そうですね、ね、重いし。そう、あれ昔はさ、売り子さんさ、ここにさ指に千円札をさ、こ こう入れてさ、そう。でも私が辞めてからキャッシュレスになって、なんかみんなここに QR コードとかつけてて。そうなんだよな。そうなんですよ。まだその時は現金だった。私は数えてましたし、間違えましたし、怒られましたし、でも優しい人とかあげるよって言ってくれたりとかもいろいろありましたね。僕だ。私はカフェ、みんなやってんだね、ドトールで。マジで。ドトールいんの、はい、こんな
子が。え、どんぐらいやってた？3ヶ月くらい。3ヶ月じゃまだフードはやってない。あ、でもやりました。え、ミラノサンド A 作った？そう。マジ？いや、だからすごいじゃん。憧れだよ。ミラノサンド A なんだよ。ミラノサンド A、 俺はもう30年以上食ってるから。いや、そうなんだよ。もう A しか食わない。 A なんだ。働いてました。なんか、モーニングで、あのおじいちゃんが毎朝コーヒー頼みに来てくれるんですけど、チキンをなんか差し入れしてくれるんですよ。食べなって言って。ちゃんと怖くて食べたことなかったんですけど。何この終わり方。なんかいい話で終わるのかと思ったら、なんか気持ち悪いから食わなかった。食わなくていいじゃん。食わなかったことは別に。正直な子だな。あの子は正直な子だな。そうだな。バイト。あと手紙。カーキは？私焼肉屋さんで、はい、やってました。個人店。焼肉屋さんで？はい。ホールで。あ、運んでたの？注文取って。注文もあのタブレットで来るので、あの来たやつを渡して、これですよって、このテーブルはこのお肉と。ああ、それただ持ってくってこと？それを持って行ったり、 あと生ビールジョッキにこう入れて、こう持って持って行きたかったんですけど、あの腕力がなさすぎて飲んじゃうんだ。うわなんだあの子。腕力がなさすぎて、いっぱいは持てないな、重いから。あ、そうですね。し、あの一本もちょっと危うくて。そうだね。これぐらいの大きいビールプラスお肉。じゃあこっちはこっちでなんか持ってんだ。こんなジョッキと。ジョッキ持ってお肉持って、うん、あのこんにちはって言って行くんですけど。こんにちはって絶対言わないだろう、店員さん。出会ったことないで、こんにちはって言ってる。確かにね。こんにちは、いらっしゃいませしか言われない。失礼しますって言ってこう入って置いてっていうのを、重いものは無理だったので、結構網の交換とか。やってんだね、そんなこと。あ、そう。それぐらい。え、他こっち。あ、じゃあ吉田。私は高校生の時にマクドナルドをして。マジで？マックやってんの？いや、憧れじゃん。いいなぁ。テレレテレレ。あれ何なんだあの音。ポテト、ポテトよ。上がった音。ハンバーガーも全部作れんの？あのいろんな種類のやつも。いや、私あのレジだったんですよ。じゃあ前だ。でもポテトと飲み物はやるでしょ。やりました。でもそれは一人でやったりとか。全部塩こわって。あ、ポテト楽しいんですよ。そういうやつね。瞬間が勝手に出てくるやつね。天才だよな、歩き方しながら。ね、俺高校生の時マックの人と付き合ってたんだ。マックと付き合えるのは相当俺トップだから、ね、そうなんだ。うちの田舎、高校の時に初めてマックができてさ。わかるわかる、ね、なかったんだよ。もう池袋行かないと買えなかったマックなかったんだよ。それが高校生になった時にできてさ、でそこで働いてる5個上の人と俺付き合ってた。しかも5個上。そう、その人がシルビア乗っててさ。シルビア。でも制服が紺の社員さんの偉い人だったわけ。日産シルビア。そう、すごい。あの頃は大人の女性に憧れてたの。いや、5個上のマックの店員はかなりお姉さんだよ。どうやって知り合う？どうやって知り合う？お祭りじゃない。やっぱ最近お祭りじゃない。お祭りじゃない。友達がその子、その人との知り合いだったから。友達も経緯か。そうそうそう。マックはなんか思い出深い。マックいい。で、吉田さん、あのドライブス、はい、ドライブスルーとかもさ、あの受けてた？あ、一回ヘルプで行ったことはあります。俺さ、一応さ、あの左ハンドルなんだ。はい。なんかこう、インター開けてさ、マイク遠いんだよ。確かに。で、ここでいつも、まあ、ビッグマック好きなわけ。ビッグマックのセットで、これ遠い、全然あの声が通んないのよ。そうですよね。どうしたらいいの？通んないよ。ヘルプ一回入っただけだよ。だからもう長い筒持っていくしかないよな。ビッグマックください。あ、マック用の。まだまだ出てくる素人時代のバイト秘話。佐藤楓は？私はホテルで。ああ、ホテル。宴会とか披露宴、結婚式の披露宴とかで、はいはい、お食事を出す。大丈夫？大丈夫かよ。大丈夫だろ。ひっくり返すだろ。当時は大丈夫でした。絶対ダメだよ。いつからこぼすようになったんだろう。わかんない。でも一回親友宅とかでちょっと粗相したことはある。え、あとは梅は？私ココスと。え、ココスやよ。ハンバーグだよな、ココスって言えば。そうです、ココスとシャトレーゼ。シャトレーゼ。え、マジでやってました。すげえな。もうあのケーキに
で名前書いたりペンでチョコペンでやってました。でもバイト入って数週間の時になんか監督って漢字で書いてくださいって。なるほど。チョコのメッセージね。そうです。名前ネームプレートチョコペンで書かなきゃいけないんですけど、もう難しすぎたりとか。監督超むずいじゃん。カタカナじゃダメなのかな。ダメだったんですよ。でも激つぶれしちゃったりとか。もうそれもめちゃめちゃ大変でしたね。はい、ココスとシャトレーゼって結構王道やってるの。やりました。ココスってあのハンバーグのとこで。そうです、炭焼きハンバーグ。あのちっちゃい鉄の石みたいなのが来て。そうです、焼くとこだよね。はい、あれ、あれいいよな。うまいんだよ。鉄板5個ぐらい持って。マジ、いけてた。いけてました。まあ梅でけえからな。どう上からね。片付けとか。あっこさんといじられたのよ。淀川ってやってた。やってました。嘘だろ。淀川ってだってもう8歳ぐらいから乗り換えた。16歳で高校1年生の時にあの旅館とあと木登りする子供たちを落ちないように見守りたい。なんだそのバイト。なんだそのバイト。1000円ぐらいもらえてます。すごい。でも1回その木登りのバイトで、うん、人を救ったことがあるんです。落ちちゃったの。落ちちゃった。もう落ちそうだなと思って見てたら落ちてきて、うん、頭をスッ。ちゃんと、はい、大丈夫だった。大丈夫でした。すごい、ね、バッて来ました。絶対落ちると思う。すげえバイトやってんの。すごい。さあ次の手、はい、あ久保だまた、はい、あすいません、たびたびあの、うん、みんなの睡眠事情が、うん、気になるっていうのがずっとあって、なんか私は睡眠時間7時間ないと体が一番効率よく動けるのが7時間だなっていうのがあるんですけど、このぐらい寝る方がいいっていうような。みんな何時に寝て何時間ぐらい睡眠時間、それこそステラさんとかその朝やられてるからいつも何時に寝て何時に起きてるの。俺も決めないの。決めないんだ。俺はもう無理やり寝ようと思うと気持ち悪くなっちゃうじゃん、寝れないで。だからもう眠くなったら寝るようにしようって風に決めた、うん、これも言ったかもしれないけど、うん、でノンストップ始まっちゃったから、うんうん、だから今は1時2時もう例えばその頃にストレンジャーシングスにハマってるとか言ったらもう朝4時とかまで見ちゃう、で次の日の V 見る仕事とかも考えて。やばい。何個も予防、あの起きれない時のもう何個も貼って。木村さんはもう決まってるんですから割と早くないでしょ。もう早い時マジ9時ぐらい、遅くても今日を超えることはほとんどない、もう今は特に。いやそうなんだよね。で起きるのはもう4時とか5時とか。うわ、今日もそう。おじいちゃんの。そう。え、みんな何時に寝てんの、うん、じゃあ続いて。私でも12時までにはベッド入ってます。それはもう寝ようって決めて、どんな時でも。そうですね、うん、はい、で起きる時間も決まってんの。だいたい7時ぐらいに目覚めます。7時間だ、いい生活、ね、遠藤は。私設楽さんと一緒で決めれない人。あ、もう決めない。眠くなったら寝る、寝れない時は寝れないみたいな、うん、で決めてます。ね、まあ俺あと移動中とかもちょいちょこちょこ寝てるしな。そうですね、私も移動中で眠たくなったら寝る。寝れない人は寝れないよね、寝ようと思っても。宮本は。私はグループで一番不健康な自信があって。嘘。まあ朝5時までは絶対寝れなくて。うわ、え、いまだに。はい、そもそも趣味がゲームなので。ああ、やってる。ゲーム友達がまあもうその時間帯を軸に生きているので。ああ、結構早めの仕事の時どうするの。寝ずに行き。わかる、寝ずに行くんだよね、そういう人は。俺もそうだったな。なんかロケとかで早いともう寝ないで、寝ないで行っちゃう。カモラ何時。私もあんまり決めてなくて、うん、夜中の時間が一番好きなんですよ。わかる。だから基本的に3時か4時ぐらいまでは。結構みんな遅くまで寝てんな。寝てますね。美容のためには本当はそのぐらいの時間がゴールデンタイムとか言うじゃん。トマトいっぱい食べてましたから。あ、だから大丈夫。寝ないと何かが生まれないんだよな、その物質がな。だからほら綺麗じゃん。ドントだ。確かに。ドントだって。ドントだ、ドントだっつって。リレちゃん。私無音で絶対寝れなくて、わかる。本当に無音だともう細かい音がすごい神経質になって気になっちゃうので、だいたい焚き火焚いて、焚き火の、はい、そういう音で。焚き火を焚いて寝るわけじゃない。パチ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 みたいなこと。あ、でもそういう自然系の音。そうです。もう焚き火か、あとゲーム配信見るの好きなんで、焚き火か銃声かどちらかで寝てます。
極端なぐらい。でも音がないとなら音がないと寝れないです。沢口ちゃん私は11時とかにはもう寝るようにして早い、はい、で寝る前のルーティンをしないと気持ち悪くて仕方ないです。何ルーティンで。まず柔軟をして。本当嘘じゃなくて本当にマジでそんなこと本当にできてんの。でオイルを垂らして呼吸5回してたら自然と寝る。なんだよそれ。いやそういう人たまに聞くけど本当それ。本当にこれをなんかライブの日でもやらない方が寝れなくて。あそっちになっちゃったんだ。ヨドは私その気になれば丸一日寝れます。あそうだね。いや、まあ、その休日の前の夜ちょっと夜更かししようかなって思ったんですけど、うん、まあ、9時10時ぐらいに眠いなってなって、うん、もうせっかく休みなのになって思いつつしっかり昼まで寝て次の日の、うん、昼起きてうなぎ丼食べてで血糖値上がってまた眠くなって夕方ぐらいまで寝てでシャワー浴びてで納豆ご飯とうなぎの残り食べてでそのまままた次の日の朝まで寝ました。すごいすげえ。普段のさ生活休みとか関係なかったら何時ぐらいに寝るとか。仕事行く15分前に起きて、うん、15分前、はい、次着ていく服で寝て、うん、バーって顔洗ってそのまま行きます。すげえ。寝る前に気合い。キャプテン梅様の画期的早起きメソッド教えます。クロミは私は決めれないんですけど、寝る前に例えば次の日の野球中継の勉強とか全部終わらせないと気が済まないので、もう夜中とかまで終わらせてから寝るようにしてます。これ偉いけど俺もう最近はないんだけど、例えばなんかお芝居の仕事とかが来た時に俺も心配症なんだろうね。もう何回も何回も やっちゃうわけ家で。もうそれも嫌でそれで寝れなくなるし、だからそういう人って今後それ全部事前にやらなきゃいけなくなるってなると、何もちゃんとしたくないのからこういう仕事始めたのにさ、俺めちゃめちゃもう毎朝ちゃんと行ってるしさ、なんかやんなきゃってなっちゃうんだよ。だから気をつけな。わかりました、うん、手もうほどほどにしたほどほどで寝ます、うん、大丈夫だから。でもね、みんな結構夜中起きてるんだね。じゃあね、起きてます。でも私意外だったのが、梅沢さんがこの間何時に寝るんですかって言ったら3時ぐらいとか言ってて、うん、そんなババアみたいな3時ぐらいなんで梅意外だった。めちゃくちゃきっちりしてそうで、いつもビジュアルもいいし、いつも元気でいてくれるし、うん、完璧な人間なのに結構さ遅くまで起きてるんだと思って、うん、めちゃくちゃ意外でした。でも夜は決めなくて絶対寝坊しない自信があるので。出た。そういう人いるよな、なんか起きれる人ってね。でも本当に私朝の番組1年ちょっとぐらいやらせていただいてた時にもう本当2時半とかに起きなきゃいけないっていうのがあって、その絶対に起きれる方法があって。おないよそんなの。いやあるんですよ本当に。これめちゃめちゃアドバイス求められることが多かったので、あの寝る前に気合い入れるんですよ。おうすげー精神の精神の絶対そんなのないよ。これ騙されたと思って今日やってみてください。みんなじゃ寝る前にじゃあ明日6時に起きなきゃいけないだったら6時に起きる6時に起きる3回ぐらいあの勢いで唱えてください。これ本当に本当に。それで目覚ましかけなくていいのじゃん。目覚ましはかけますあの絶対起きれない。反応できます。多分脳がそれで6時に起きなきゃいけないで目覚ましの音にも敏感になるんですよ、うん、無理だよな。その起きれない人からしたらそんなことやったところでな。いや多分その起きなきゃいけない危機感と気合を自分に入れないからだらけちゃう。はい、そっか。そうなんです。いや危機感は持ってますよね、うん、だけど V が長い番組だと眠くなっちゃうんですよ。何のそのここのツボを押すともうそういうところもやるしベロの先も噛んでるけどもう出なさいよじゃあ眠くなんないんだ夜。なんでかしら家帰ると元気になっちゃって、うわ自由時間だ何しようかなって。あそうか終わり。ただ喋ってただけ。すごいね。でもたまにいいねこういうの。たまにいいね。私もっとなんかシンクった話、あのいただいた言葉で一番嬉しかったこととか。じゃあ今度そういうのやってよ。じゃあやりたいです。なかったりして本日より真夏の全国ツアーモバイル選考受付開始。乃木坂を見ながら食べる夜食はゼロカロリー。次回は飯テロ祭り。うめえ。
藤楓です。最初はグーじゃんけんポーン勝った人は明日からの週いいことがあるでしょう。チャンネル登録よろしくお願いします。